前列最も左の人物が、サカシチ、右隣の人物が、ラーコシ、マーチャーシュ・サカシチ・アールパードは、ハンガリーの政治家、大統領、幹部会議長を務めた。彼は1888年、オーストリア・ハンガリー帝国のブダペストで生まれた。10代の頃から、労働運動に参加し、ハンガリー社会民主党に入党。ハンガリー評議会共和国で、 人民委員を務めるもの,の、の王政復興後も国内に泊まり全国建設労組の委員長などを歴任した。戦後、社民党の主導権を掌握し、ハンガリー共産党との合同を推進、ハンガリー勤道社党の決闘に大きな役割を果たした。1948年8月2日に、ハンガリー第二共和国の大統領に就任。 翌1949年8月23日に、ハンガリー人民共和国への体制移行に伴って、国民議会幹部会議長に就任した。だが1950年4月26日に、解任されて、東国、1956年に釈放され、ハンガリー動乱を経て、ジャーナリスト協会会長などを務めた。坂七は40年来のエスペランティストで、 エスペラント大会に参加し、また彼は1959年の世界、エスペラント大会の国際講演者委員会の委員でもあった。エスペラント 716P131、ありがとうございます。